皆さん、こんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回は、コンバチヒーローシリーズ、ガイアセーバーの続きをプレイしていきたいと思います。では、早速、続きをプレイしていきましょう。今回から第5話になりますね。ウルトラ戦士がウルトラキラーの手に落ちた。ライダーたちはウルトラ戦士の救出に向かう。ということで、今回はじゃあ、ライダー系メインで操作していくことになるのかなと。いう感じですかね。第5話。シャアのコロニー落としも前回ね、描かれてましたよね。第4話。シャアがコロニーを落とすというところはあったと思います。うわ、なんだ？これは、コロニーが落下した衝撃ですかね。地震か。とりあえず本部に戻ってみよう。たった今、ルナ2から入った情報なんだが、コロニーが太平洋に落ちた。おお、太平洋か。アムロが止めようとしたらしいが、コロニーに向かって行ったっきり戻らないらしい。そこでだ、金たちにコロニーの落下場所に行って調査をしてほしい。じゃあ、コロニーの落下場所太平洋っていうな、なんていうんですかね、もうふわっとした情報しかないですけど、探索に向かいましょう。格納庫にビートルがある。それを使ってくれということですね。では、早速、ビートルを使って、コロニー落下地点まで向かっていきたいと思います。では、ビートルのところに来ましたので、コロニーの落下地点まで、向かっていきましょう。なんだ？調べてみよう。とりあえず降りてみましょう。なんか小さい島がありますね。で、島に降りて探索。これは何だ？もしかしたらすごい発見かもしれない。早速、詳しい調査をするように連絡しないと。ヒーローに次ぐ貴様らの仲間のウルトラ戦士を捕らえた。日の出とともに処刑する。助けたくば、トルコのアダナまで来い。お、太平洋から今度は一路トルコなんですね。これは大変なことになった。とりあえず本部に連絡しないと。こちら、家督本部。奴らの通信はこちらでも聞いた。そこの調査はアメリカ軍が行うという連絡が入った。今はことを荒立てたくはない。見つからないうちに、アダナに向かってくれ。じゃあ、今度はトルコに向かいましょう。なんか到着したっぽいですね。何か入りを買い、いやー、お金がないな。お金がないので、じゃあちょっと一旦外に出ましょう。アンカラですね。では、ちょっとアンカラの街を探索してから、その謎の町へ向かいます。では、目的地アダナに着きました。まずは町を徘徊していきましょう。同盟の人たちだよね。僕は少年ライダー隊の隊員です。ウルトラ戦士が殺されるって聞いて心配してたんです。場所はアダナの広場。早く行ってください。すごい情報を持ってるなぁ。では、広場に向かいましょう。あ、ライダー戦士たちが貼り付けにされている。よく来たな。貴様らもここで一緒に殺してやる。戦闘か。いやぁ、ちょっとなぁ。ライダー、アマゾンと RX だけだときついんだよな。
やっぱ最低4人パーティーがいないときついですね。ただイベント戦闘の可能性が多分ここは高いと思うので、このまま行きましょう。そうですね、イベント戦闘ですね。お、シーブックが来た。応援に来ました。大丈夫ですか？あ、ライダースーパーワン。俺も来たぜ。さあ、ペンダントを使うんだ。シーブックとスーパーワンが仲間になった。これで4人パーティー。ここからだ。では、全力でいきまーす。と思ったんですけど、普通にペンダント使えば終わりかな？ペンダントを使おうみたいなこと言ってたんで、ペンダント使いましょうか。ペンダント使って戦闘を終わらせる。そうですね、ペンダント使って戦闘終了です。ペンダントを使った。とどめを刺しましょう。お待ちなさい、ウルトラキラーはあなたたちの仲間なのですよ。私にはわかります。キラーはゾフィーなのです。ペンダントの力を強めなければ元に戻らないのです。なぜそれを？私をお忘れですか？あ、東京にいた緑のおばさん。あなたがウルトラの母だったのですか？まあ、確かになんか謎の緑のおばさんが、やけにね、このレアアイテムのペンダントをあっさりくれたなっていうのはあったんですけど、ウルトラの母だったんですね。これでとりあえずウルトラ戦士の救出は完了かな。特に何もなく完了しました。ではとりあえずトルコに戻りましょう。いや、ニューガンダム、まあ、シーブックですけど加入してくれてだいぶ戦闘が楽になりそうですね。まあ、実はアンカラからこのアダナまでやってくるとき、ライダーアマゾンと、まあ、アレックス2人だけだったんですけど、死にかけたんですよね。まあ、ただここにニューガンダムのシーブックとライダースーパーワンが加わってくれれば、まあ安心ですね。家督隊基地に戻っていきました。サムスンに調査に行っていた二宮博士が行方不明になったらしい。手間をかけるが、またトルコに行ってくれ。トルコのサムスンだ。今度はサムスンという町ですね。ではトルコにトンボ帰りしましょう。で、サムスンという町にやってきました。ちょっと徘徊して探索しましょう。カッパドキアに行きたいのか、やめといた方がいい。ちょっと前に日本人が訪ねてきて教えたんだが戻ってこい。何？その日本人を探してるって。じゃあ仕方ない、教えてやろう。アダナの北に洞窟がある。それがカッパドキアだ。またアダナに戻らなきゃいけないんだな。さて、カッパドキアの中に入ってきました。探索していきまーす。カッパドキアの中探索中なんですけども、やたらとヒットポイントが高いと思われるエレキングと戦闘が続いてます。なんか会話とかボス戦とかそういうわけでもなく、普通にエンカウントした、見た目上も普通のエレキングなんですけど、何なんでしょうね、やたらと硬い。これバグってなければいいなっていう、そういう感じがするんですけどね。こんなに硬いエレキングは今までちょっとあったこと。しかもシーブックが死にそうだ。回復しないといけないな。これはいよいよ普通のエレキングじゃないな。ステータスで敵、まあ、つまりエレキング確認したんですけど、普通にエレキングって出てきているので、今までのエレキングと何ら変わらないはずのエレキングなんですけど、このエレキングはかなりヒットポイントが高いんで、何なんでしょうね。ただ倒せないことはないので、まあ、消耗は激しいんですけど、ここまで来たら倒しましょう。
ほとんど技のポイントを使い切るくらい長期戦に、なってしまった。激戦の末にエレキングを倒しました。ヒットポイント398、普通のエレキングじゃないな。だからやっぱり、あ、誰かいる。二宮博士だ。助けに来てくれたのか。ありがとう、ありがとう。そうだ、君たち、この洞窟の奥に奴らが持ち出そうとしているものがあるのだ。それを持っていかれたら大変なことになってしまう。絶対に阻止してくれ。私はアンカラに戻っている。いや、一人で戻れるのかな。ではちょっとさらに探索を進めます。お、バルタン星人が現れましたね。これはわかりやすくボスだな。許さんということで戦闘でーす。単体だが、と、まあ戦いやすいかな。敵の攻撃力をちょっと見極めていきましょう。うん、3体に分身してきた。まあ、ただここは力押しで攻撃していきましょう。さて、アイテムも尽きてきてですね、いよいよ、どっちが先に沈むかという、まあ、ある意味本当の消耗戦になってきましたね。残っている最後の回復アイテム、これをシーブック、ニューガンダムに使って終わりだ。いや、バルタン星人強いな。あとは、ま、この部分で総じて言えるんですけど、結構ミスが多くてですね、攻撃が、ま、当たらない。ま、計算が立たないっていうことが結構ありますね。今見ていただいただけでもミスがそれなりにあったと思うんです。いや、なんとか倒しましたね。いや、きつかったなぁ。700ももらえれば、レベルも上がりますよね。で、石板を手に入れたということで、なんかこれが持ち出そうとしていたアイテムなんですかね。ではですね、だいぶ消耗して長くなりましたので、この石板を手に入れたところで、じゃあ今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この石板を持ち帰るところから、始めていきたいと思います。